です。ベーシストのルチです。今日は高速スラップをやってみようというような内容になってます。やっぱりベースやり始めの人って速いスラップで憧れる人多いんですよ。僕もそういうとこありましたし、最初の教則版買った時になんかついてたビデオを見て、すごい速いスラップしてる人見て、絶対来てこうなりたいなと思ってね、ベースを頑張ったとこもありますのでね、今日はその高速スラップっていうのを手順を踏んでね、一緒にやっていこうというような企画になっております。もう本当に簡単なとこからスタートするんで、それでもテンポが速いっていう方はテンポ落としてみてね、ぜひチャレンジしてみてください。でその後に高速スラップの実例のあるフレーズをね、演奏していきたいと思います。ラテン研究部に入部してある方はチャンネル登録のボタンを忘れずに押して帰ってください。神戸や大阪でレッスンもやってますので、興味のある方は概要欄の Gmail アドレスの方から連絡ください。とりあえずが行ってみよう。はい、ここまでがね、基礎練という内容になりました。とりあえず大事なことっていうと、このダブルサム、連続のサムなんですよ。これがある程度マスターできたら、その次はハンマリングだったりとかプリングとかを混ざっていくだけでね、手数が増えて速いスラップになっていくので、まずはこのダブルサムタンタンっていう連打をちゃんと均一よく音を鳴らせれるように練習していきましょう。ポイントとしてはこの腕の力をもうダルダルにする感じでしならせるようにすると速いサムができます。それでは実践の速いスラップやっていきましょう。実際あれですよ、テンポ落としてくださいよ、ちゃんと。これ多分いきなりこのテンポだとできないんですけれども、ただ動画の都合上見栄え良くするためにはちょっとある程度速くしましたけど、テンポ落としてもらわないと最初からこのテンポだときついと思います。まあ中間部分でも言ったんですけれども、大事なことはこの力を抜いてしならせて、このサムを2連続をきれいに鳴らす。でそのサムをきれいに鳴らしてる合間合間にフリングだったりとかハンマーリングとかを入れていく。そうするだけで速いスラップっていうのは簡単にできます。本当に複雑なスラップっていうのはこういうのだけではできないんですけれども、まあ、これだけでも見栄えがいいスラップはできますのでね、ぜひチャレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。各 SNS 毎日更新やってますので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。